スライムって10回言います。スライム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 。皆さんこんにちは、のってです。はい、今回はスライムにスパンコールを入れてスパンコールスライムを作ってみたいと思います。さらにストローを細かく切ったものを入れてストロースライムを作ってみたいと思います。皆さん、アトフェチですよ、アトフェチ。ということで早速作っていきましょう。材料はこちら。洗濯のり、水、スパンコール、ストロー、放射を溶かしたお湯、以上です。はい、ではまず最初にボウルの中に洗濯のりとお水を同じくらいの量を入れていきます。これは大体で大丈夫です。とろーりとろーり。はい、そうしたら次はここに放射を溶かしたお湯を少しずつ入れていきます。スライム作るのもなんか慣れてきたな。いつかヨッチさんと肩を並べるぐらいのスライマーになるのだ。はい、ということでいい感じのスライムができましたので、ここにスパンコールとストローを混ぜていきたいと思います。イエーイ。いかがでしたでしょうか。すっごい綺麗にできたし、しかも音も最高ですね。ストローはモキュパリ系、スパンコールはパリッパリのすごいいい音が鳴ってました。スライムは入れるものによって全然違う音が鳴って面白いので、皆さんもよかったらいろんなスライム作ってみてください。はい、ということで今日もマンナム TV 見てくださってありがとうございます。チャンネル登録、高評価、Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。